メンズフィジークの評価基準、立体的な体つき、ボディービルダーのようなバルキーな体型ではない、メンズフィジークはサイズ勝負ではない、そして超かっこいい V 字の体、丸い肩幅、広い広背筋で、小さなウエスト流れるようなラインで、この逆三角形を自分に合ったポージングを見つけることでより強調させ、しっかりとしたコンディション、上から下まで丸みのある胸の形、肩よりも腕が太かったらダメよと。そしてバックポーズも超大事、広背筋下部の方から発達させてカットの深さも大事ですと。フロントが良くてもバックが弱いと、減点されますよ。そして最後は全体のバランス、最も完成度の高い人、弱点の少ない人が勝ちます。これは新チャンピオン、エリンバンクスのコーチであるアリエル・カッツ・アルベルトが最近投稿した内容になります。メンズフィジークの評価基準、かなりバラバラなんではないかという意見もありますが、メンズフィジークスペシャリストのカッツはこのように言っておりました。皆様はどう思われますでしょうか？ブランドン・ヘンドリクソンはなぜ3連覇できなかったのか、4回目の優勝をしてジェレミーに並ぶことはできなかったのか、なぜエリン・バンクスは昨年負けたブランドン、最強王者と言われる彼に勝つことができたのか。今日はここを2人の昨年との比較、そしてお互いの比較をしながら、ハトクマなりに話していきたいと思います。こんにちは、おはようございます、こんばんは。はい、ということでね、明日からはクリスマスイブ、いろんな出来事があると思いますが、やっちゃわないとダメだよねと。オリンピアが終わってからもう1週間ぐらい経つんですけど、まずは現王者エリン・バンクスではなく、絶対王者と見られたブランドン・ヘンドリクソンの体を見ていきたいと思います。こちら昨年のオリンピアと今年のオリンピアの比較になりますが、ここで気になるのはまず今年の右胸ですね。右というか画像で言う右胸ですね。実際は左胸なんですけど、画像にするとやっぱ反転しちゃって分かりにくくて、まあ右側の右胸になるんですけど、ここがですね、ちょっと釣ってしまっているからか、上に釣り上がって見えるんですよね。これによって昨年と比べるとシンメトリー、美しさっていうのが若干失われてるかな、左右非対称に見えてしまっているかなっていう感想はあります。ただお腹周りですよ、腹筋とかを見ると今年の方がカットがね、しっかりと深く入っているように見えて、あとサイズ感というところも昨年と比べると若干コンパクトになっているようなところが見えてきますので、サイズがでかすぎるというところも直してきているし、コンディションというところもかなり良くなっているんじゃないかなという印象があります。要はめちゃくちゃブランドン良くないっていう。で、バックポーズに関しては、ここはエリン・バンクスもそうなんですけど、まず昨年の方がライティングが良かったのかは分かりませんが、カットっていうのがより鮮明に見えてます。右の方が全体的にぼやっとした見た目になっているかなという気はしました。あとバックポーズのところだけを見ると、他の選手と比べてブランドンの背中の広がりっていうのは、そんな大きく広がる見た目ではないと思うんですよ。なので冒頭に言っていた細いウエストからこの広い広背筋、このラインっていうのは、ちょっと見えにくいタイプの選手だとは思います。バックポーズだけだったらブランドに勝つ選手っていうのは割といるんじゃないかなっていうのが、ハトクマなりの感想なんですよね。で、本人だけで見たフロントとバック、こうやって見ると、フロントポーズは本当にかっこよくて綺麗です。まあ、今回に関してはちょっと釣っていて見える部分っていうのは胸でありますが、まあ、それを抜きにしても本当に美しい。やっぱこの肩幅と小顔な見た目っていうのも最高ですと。ただフロントとバック、これをパッと同時に見た時に感じるのは、バックポーズがフロントポーズほどのインパクトをあんまり発してないのかなっていうところで、フロントとバックのこの両方見てバランスよく見える、強く見えるっていうのは、若干ブランドン・ヘンドリクソン弱く見えた部分はあるのかなと思います。ただ本当にかっこいい見た目なんです。絞りもこのバックポーズ移行する時の腰回りとかのストリエーション半端ないじゃないですか。じゃあまあ新チャンピオンエリン・バンクスどんなもんなのかって言いますと、超いいですね、超いいです。一言で言うとめちゃくちゃ進化してます。まずその進化した、すげえこの選手頑張ったんだなって、めっちゃ良くなってるじゃんっていう心象は与えてるなって思いました。もう全然違いますね。まずこのフロントポーズの肩と腕、この見た目のメリハリっていうのがすごい今年の方がついてるんですよ。より肩が外に張り出ているように、より立体的に、まあ、見えている。カッツが言っていた、まあ、肩が腕に被さるじゃないですけど、腕と比べて肩の方がやっぱり目立つじゃないですか。
これがエリン・バンクス、ブランドンと比べると強かったんですよね。あとは胸を見ても、この下乳の方の丸みっていうのが今年の方がついていますし、腹筋、腹斜筋っていうところも、こうよりピタッと皮膚に張り付くような見た目でカットがしっかりと出ている。で、バックポーズに関しては、この見た目の綺麗さ、鮮明さっていうのはブランドンと同じく、昨年の方が出ているように見えるんですが、より細いウエストからの大きなワイドな広がりのある広背筋っていうのが今年の方出ているんじゃないかなということで、まあフロントポーズもバックポーズも両方とも昨年より進化していて、なおかつ左右対称で非常に美しい。で、フロントバック両方ボンと見た時に両方とも大きな背中の広がりっていうのを持っていて、まあ完成度がすごいですよね。弱点が少ないですよねっていうエリン・バンクス見た目でした。ブランドンの方が前と後ろを見た時にバックポーズの方がちょっと弱く見えるって意味では完成度が劣ってしまったのかもしれない。まあどうにかしてブランドンすげえやっぱ優勝だよって言いたいんですけど、エリン・バンクス改めて画像とかこうやって見るとすごいですね。なんかブランドン優勝できなかった時は正直やっぱブランドンのが好きだからってなったんですけど、エリン・バンクス今回完成度すごいですわっていう、まあ、感じでございました。ブランドンはだからどうなんですかね、皆様。腕がやっぱりそれでも太い、サイズダウンさしても太いと、まあ、やっぱ見られてしまっているのか、まあ、肩をもう少し大きくしてくるとそこがなくなってきて、今のブランドンでもむしろエリン・バンクスよりはサイズはでかいと思うので返り咲けるのか、その肩の大きさの問題なのか、そもそもの全体的なバルクの問題なのか、あとはバックポーズの改善なんかも必要なのかもしれませんが、だからエリン・バンクス昨年は今と比べると全体的にカットが目立ちにくかったり、こうソフトに見えたところがあってブランドンが勝ちましたけど、エリン・バンクスがこの体最初から持ってたらブランドン・ヘンドリクソンオリンピア2連覇はなくて、エリン・バンクスが2連覇今回でしてたかもしれないっていう構図も十分ありますよねと思いつつ、皆様はメンズフィジークの今の評価基準から今回のエリン・バンクスとブランドン・ヘンドリクソンの体、改めてこうやって見ていってどう思われましたでしょうか。ぜひ感想を書いていただければと思います。腹筋はブランドンが絶対勝ってたと思うんですけど、ハトクマはエリン・バンクスの下腹部がちょっと気になるんですよね。ブランドンの方がこうパキッとカットも入っていますし、エリン・バンクス下腹部の方がちょっと膨らんで見えたりする場面があったりして、ただ他の場面は本当にね、ブランドン以上のこの左右対称の美しさだったりとかメリハリを今回は出していて、バックポーズもより細いウエストから広い広背筋の広がり方っていうのを見せていたとは思いました。はい、ということでメンズフィジークは新たなチャンピオンが生まれました。5人目ですかね。来年はジェレミー・ブエンディアが戻ってきて5回目の優勝をするか、エリン・バンクスが2連覇をするのか、それともブランドン・ヘンドリクソンが返り咲いてジェレミーの記録に並ぶのか、はたまた新たな選手が出てくるのか、いろんな楽しみがありますが、ということで今回はブランドン・ヘンドリクソン、エリン・バンクス、現旧王者たちの比較をさせていただきました。皆様の感想等ございましたら、概要欄とかコメント欄にガイドライン設けてはおりますが、ぜひ書いていただければ嬉しいです。また、ハトクマチャンネルの登録と高評価のクリックも何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイシャ。